コメ欄で、受験で買えなくてって人よく見るけど、動画見てる時間で健太でやればいいのに。いやだからやっぱ、でも俺気持ちはわかる。俺もね、受験生の頃、あ、ごめん、嘘だわ。センター試験1日目帰った後、レート2200乗せたの覚えてるわ。センター試験帰ってきて、暇やなーって。2160から潜るかっつって、1日目と2日目の間に僕は2200達成しました。ごめん、俺ちょっと頭湧いてるわ。自分でも思うけど。なんかね、だってさ、言うじゃん、センター試験中はさ、自己採点するなって、翌日に影響が出るって言うじゃん。言うよね。俺はその、それに乗っ取って、じゃあ早くも出れないし、レートやっか、つって。確かね、その日ね、7連勝ぐらいしたんだよね。もちろん合格発表1番。何、合格発表って。でもね、俺ね、センター結構高かったよ、当時。俺の代数学簡単でね、1A ね、俺1ミスしちゃったんだよね、でも。なんかね、ただ、国語が、俺国語原文しか受けなかったんだよ、理系で。で、マックスの時間を原文に使えたから、本当に間違いない。どこ大学卒ですか？卒って卒業って意味だよね。いや、ちょっと、ノーコメントで。ノーコメントなのか、出せるものがないのかわかんないですけど。僕はポケモンで世界一になるのが夢なんで、はい。ポケモンで世界一になるのが夢なんで、ふーん。いや、俺ポケモンマスターが夢だから、うん。卒に注目するとバレますよ。いや、ポケモンマスターが夢だから。やめてくんない？ポケモン、ドロップアウト、やっぱポケモンマスターが夢だって。みんな夢に向かって動けよ。いや、だってさ、みんなさ、ちゃんと目的を持って大学に行ってるならいいんだよ。例えば弁護士になりたい、医者になりたい、医学部行きます、法学部行きますって。俺はポケモンマスターっていう夢があった。我がポケモンマスターになるための道を取ったの。大学でポケモンの勉強したやろなーって。ああ、そうやで。配置学学んだからね。リアル版サトシ名乗っていくわ。バンビーさんって童貞ですか？まあイケメンじゃないし童貞やろ。さあね、有名になって女食ったる。嘘でしたね。これ切り抜かないでください。嘘なんで。